クラフト&ゲームアトリエ造形の王様。さて、それでは今回スカルピーでポケモンユナイト版のルカリオを作ったので、その過程を撮影しました。早送りとそれから飛ばしながらどんどん行きたいと思います。ちょっとそのままだと3時間ぐらいあったので、それをギュッと8分ぐらいにしております。まず切り落としてスカルピーをで、まあ練って、それからパテで形を作って、これが、ちょっと正確にはどうやり方するのか、パテの種類が僕少ないんですよ。で、パテ自体ものすごい量出てて、全部安いんです。1000円とか1000円しないぐらい、500円ぐらいで10本セットとかそんなんもあるんで、うまく自分に合ったパテを見つけることが大事かなと思った。これもね、なんか安いセットのやつなんですが、その時々どの場面で使うとかわからず、とにかくまあ練ってで貼り付けてを繰り返してます。これがもう慣れてきたら多分手数少なくねできるんだと思うんですが、なかなか思う形にできてなかったりするので何度もやり直したりしてます。でちょっとこれ画面揺れるんですが、平たくして装飾ですね。今回はエジプト遺跡ルカリオやったか、エジプト遺跡ルカリオかな、あのスキンなんですよね。アプリ版でユナイトのなので、装飾が多くて、それをちょっと順番に作っていくと。これもまああの目分量でやってるの短かったんで、これもう一回作って継ぎ足したりしたと思います。これがまあスカルピーの良さですよ。この自由な形作りができるっていう。紙とかだと一回作ってしまうともうダメなので、でこれも針金をまあこう造形作家の人みんな入れはるんでやったんですけど、まあ不便でした。多分あの最初にちゃんと人型に針金を作らないと、部分部分針金で補強しても粘土自体がやっぱこの粘土って柔らかいんです。僕の印象的にはすごく柔らかくて使いにくい。これがまあスカルピーもいろいろ種類あるみたいなんで試せばいいんですが、なんか最近はちょっとこの今回のスカルピー、グレイスカルピーっていうのかな、一強状態ですかね。もうネットで検索してもすぐに出てくるのはこれが出てくるんですけど、作業はどんどん進んでいってますね。まあ目の部分入れる、これも実際こういうくぼみないんですけど、まあ、入れとかないとちょっと位置関係わからなくてバランス取れないので、でまあそのまま最後まで残したんですけどね。こういう輪郭、目の縁をナイフで入れていくと。でこれギュッと押し込むとへこんで斜めになるので、より立体感が出るから、まあ、そこはやってもいいのかなと思うんです。これね、あのこの時は目も立体にしようと思ってたんですけど、目は後付けにすればいいかなと思って、実際にはこのくぼみは使ってないです。もう目の部分は全く別で載せました。これね、あの、早いな。これは紙で装飾を作りました。装飾がやっぱりちょっと難しいので紙で作って、まあ、これはスカルピーと違って焼いたら燃えてしまうんで、まあ後々置いとくと。でこれは塩ビで軸の部分を作る歯車みたいな模様があるんです。それをちょっと作ってこんな感じにしました。紙がこういうところで役立つのはちょっといいかなと。で耳の部分がこれは掘り忘れてたんで後から掘ってます。なんかまあ木の板とかに貼り付けてまず顔だけ作ったりっていう制作過程をよく見るんですけど、僕あれやり方がわからないので、もうほぼほぼ手で持って作っていくような感じですね。で体の部分は今回ちょっとデフォルメ感を出したかったので、ちっちゃくして一挙に、極端にちっちゃくですね。で指で、大体僕でも指の爪で作ることが多いかな。感覚的な動きができるので、これがまあこの時はこのパテとかがあればね、これ線引いたところもう一回押してるんですけど、そうするとこう段差が目立ってくる。で、滑らかな角になるので、わざとちょっとこの刃先で押したりとかして、段差を目立たせてると。だいぶちっちゃいんで、部分的にしっかり、あ、で、これが、打ち抜く、なんて言うんですか、パンチの先だけ打ってたりするので、それでこうやってつけました。あんまりおすすめしないかな。ちょっとあれは握力もいるししんどいですね。でも基本も同じパテで、どん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 段差作っていくと。で、手の部分ですね、これが。手がすごい大きいんで、
体に合わせた大きさじゃなくて手は手でかなり大きくしました。これも同じく装飾を入れていくと。この角ね、そう、さっきの胸のところが、石だと思って丸くポンチで開けたんですけど、胸もこういうなんか角みたいになってたんですよね。ちょっとわからなかった。まあいいかって誰も気づかないし。今回ね、長くやってきましたけど、完成動画の高評価がゼロということで、もっとやってやろうと思いました。で、体の部分、こっちの方が僕は楽でした。顔はかなりバランス取らないといけなかったんですけど、体はもうデフォルメしてるので、これも焼き上がりです。ちょっと端折ってますが、基本はまあ同じことの繰り返しですね。練ってパテで、あ、でこれはこのちょっとどういうのかな、気づいたとことかを、直していると、修正している状態。実際はここで、ヤスリがけ、ちょっとだけやってますけど、を入れて、で、傷をなくしていく作業って、これですね。神ヤスリって、神様の神にヤスリっていうのが今売られてるんで、持ちやすかったです。ただまあ、造形やるにはちょっと、ゴツゴツしてるかな。基本もヤスリがけはもうしないまま塗装に入ってます。ちょっとだけ表面磨いてみたけども一緒でした。難しいです。で、塗装はまあいつもだいたい細かな部分からですね、後から、修正しづらいようなところを先に、まあその筆が入りにくいとか手で持ちにくいところをですね、からやっていくと。うちも墨入れっていうその溝に、塗装する作業っていうのがすごく苦手なので、基本はそれが先ですね。一番後に本来する作業なんですけど、後にするとちょっと全体的に黒くなったりとかするので、これは白と、今回は何色かな、緑色が内側にあるので、体の内側にある色からできるだけ塗っていきたいなと。外はね、最後でも塗れるんで、白の時間長いですね。さっきまで動画の説明追いつかんかったのに、めっちゃ白塗ってる。で、白塗ってるな。ちょっと一部カットしました。今クリーム色、ちょっとどうですか、毛皮というか本体の部分ですよね。唯一ね、他はもう装飾になってるので、でそれからこれが装備っていうのかな、なんていうのかな、まあ細かな部分なので、このあたりを先に選んで塗っていきました。これは緑色もめっちゃ早いでしょ。この作業になってくるとちょっとカメラの撮影ボタンが押しづらいので、ざっと続けて撮影してしまったりとかするんですけど、飛ばしたりとかね、逆に止まって、ルカリを塗っていくと、こう真ん中に筋があるのを忘れてて後から塗り直したんですけど、ね、ちょっとだけ、淡い黒かな。ちょっと最後一挙に仕上がるんですが、仕上げの作業をちょっと自分で途中まで撮影したんですけど、基本的にはもうただただ地味な塗る作業ですね。ずっと細かいところを何度も塗り直して最後に、ニスで塗装すると。でニスも何度も繰り返すので、もうこのあたりちょっと割愛させてもらって、まあベース作りがメインですかね。ベース作って、そして塗装は僕の場合アクリル絵の具で塗っているので、これがまあエアブラシとかだとまたすごく手間がかかるのかなと思うんですけど、まあ仕上がり見てもらえたら、アクリルの上からニスでも十分光沢のあるものになるかなと。目の部分もニスで作ってるんですけど、まあ元々売ってるやつ買ってきたりとか、レジンで作ったりとか、まあいろんな工夫ができるかなと思います。結構気合い入れて、で、特にデフォルメっていうのはあんまり僕やらずに、そのまま忠実に作ってたのを、今回はまあ顔、体をギュッとちっちゃくして、ポーズもちょっと極端な、足切りしてるようなポーズにしてみたんですけど、まあ、正月一発目、今年最初の作品なんで気合い入れたつもりですけども、高評価ゼロということで、まあやっぱり作って褒めてもらえることが一番楽しみの一つなので、こうちょっと寂しかったですね、なかなか。でこれに対してこうしたらああしたらとかというのはもう一切僕はいらないです。もう自分で考えてやるので、まあこの後もね、どんどん1月何か高評価いただけるような、コメントがうちちょっと
描けないのでね、作品作りを頑張ってみたいなと思いますけど、カリオ、仕上がり的に面白いと思うので、まあ時折また過去作として YouTube ショートにも載せようかなと思います。次はね、ポケモンにするか、ワンピースにするかチャレンジしてみようかなと思ってます。ではでは、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。